パインハウス。知ってます？パインハウス。パインハウスですよ、パインハウス。日清食品のパインハウスみたいなことを言ってる場合じゃないんですよ。これ、お笑い芸人のコンビ？パインハウスって言うんですよ。まあ、何かっていうと、金スマ、見られてる方はわかると思うんですが、社交ダンス部ってあるじゃないですか。あれで金太郎さんが、まあ、世界大会に行くと。そういう話で、まあ今日なんですけど、それやるの。それのペア組んでる相手、男性。あの人が、ロペスって言うんですよ。で、ロペスっていうのは、中井くんが付けたあだ名なんですね。ホセ・ロペスから来てるんですけど。で、そのロペスっていう人の本名は、岸秀明さんなんですよ。岸秀明さんっていうのは、まあ、誰なのかと。この岸秀明さんっていうのが、パインハウスの一人なんですね。はい。誰だよ、パインハウス。だから、パインハウスの岸秀明なんですね。この人がすごいんですよ。何がすごいかって、筋肉がすごくて、もともと、ボディービルの、なんか出てるんですよ、そういう大会に。ベストボディジャパンっていうのに出てるんですね。フレッシャーズクラス第3位。なんかすごいんでしょうね、きっと。確かに画像を見る限り、めちゃくちゃいい体してるんですよね。すごくいい。なんで芸人やってんだろうな。芸人だけど、この人たちがフリーコンビなんですけどね。もう一人の人はよくわからないですけど、フリーでやってんですよ。すごくないですか？フリーでやって、金スマの社交ダンス部、なんか、という企画の中に、金太郎さんと一緒に踊って出れるってすごくないですか？もともとダンスもやってたらしいんですよ。そういう、チャチャチャって社交ダンス部なのかな？でも、チャチャチャって社交ダンスで確かね。昔売りなりで、あったもんね、チャチャチャって。勝俣さんがやってたよね。すごいよね。なんで売れないんだろう、もっと。売れないにしても名前がもう少し知れてもいいのかなと思うけど。うん。でもさ、俺やってることがね、YouTube 動画あるんですけど、ほぼほぼ筋肉推しなんですよ。筋肉だけで乗り切ってるっていう感じですね。別にネタとかまだ見てないのでわかんないんですけど、筋肉でどうにかやりきろうという、そういう感じが伝わってきます。でもね、すごく楽しみですね、この方は。あ、なんか、結構、経歴も、NTT とかで働いてたらしい、インテリなんでしょうね、きっと。なかなか、面白そうな気がします。期待しましょう！ダンス、ダンス、ダンス！